日本福岡県北九州市小倉北区赤坂。赤坂は福岡県北九州市小倉北区の地名。現行行政町名としては赤坂1丁目の5丁目及び北に隣接する赤坂海岸がある。現在は完静な住宅地だが、古くは赤間関との渡し場であり、また無前小倉藩の鬼門の守りである延命寺の門前町としての性格も持っていたため、江戸時代まで、 大いに繁栄した。赤坂は小倉北区の東北橋で、文字区との草界に位置する。現在の赤坂の地形は、西側と東側とで異なる。西側は延命寺川を中心とする、戦場地の右岸からなり、片や東側は、足立山系を背とする、丘陵地からなる。現在赤坂は、小倉市街地に近い順に、一丁目が、延命寺川沿いの戦場地、 二丁目が、戦場地並びに、鳥越峠西側斜面から、赤坂山に続く、丘陵地。三丁目が、鳥越峠並びに、ここから、赤坂山田向け山の間に下る、小渓谷、四丁目が、田向け山となっており、これら一から四丁目の北側を東西に走る、国道三号を挟んだ北側の旧海岸線並びに、埋め立て地が五丁目、五丁目のさらに北側を東西に、 走る国道199号を挟んださらに北側の埋め立て地が1965年に完成した赤坂海岸である。本来、江戸時代から1889年までの菊群、赤坂村があった場所は延命寺川河口の海岸線一帯であった。残る扇状地の大部分はかつて富の村に属し、丘陵地はかつて鳥越と呼ばれていた。 現在、延命寺川の扇状地の右岸は赤坂に組み入れられており、川を挟んで赤坂と上富野が向かい合っている。また、鳥越も赤坂に組み入れられその地名は失われたが、北九州高速道路4号線のトンネル、鳥越水道、道立橋、鳥越橋、西鉄バスの鳥越橋停などに名前が残されている。このように現在の赤坂は、かつての赤坂村、 富の村、並びに鳥越江からなっている。足立山系の鳥越江の丘陵地が、田向山となって海岸に迫っているあたりは、江戸時代まで交通の難所であった。このことは現在でも、小倉市街地と文字市街地とを結ぶ幹線のすべてが、田向山を南北に挟んだ直線にして、約600メートルの距離に集中し、特に山側の後2社はトンネルとなっていることから、うかがい知ることができる。 しかも、かつては、路面電車も、国道3号の田向け山水道を通過しており、これは、西鉄北九州線の唯一のトンネルであった。また、赤坂の地名の由来は、鳥越峠の西側の斜面がかつて赤土であり、これがかつて、赤坂の私場のランドマークであったという説が、有力である。赤坂山から、鳥越峠に至る高台は、風光明媚で下関、彦島、 岩流島、関門海峡、関門橋、壇の浦、響灘、小倉市街地、若道。このように小倉の城下町を一望に見下ろす鳥越峠付近は地政学的に溶岩の地であり、長州戦争における初期の激戦地となった。ちなみに鳥越水道の小倉川の北九州高速道路4号線上り線にあるパーキングエリアは日本屈指の小さいパーキングエリアである。 関門の渡し場の一つであった赤坂の名は古くは室町時代の文書に確認することができる。赤間関から赤坂に上陸すれば文字王館の田向山の難所を飛び越え、小倉の町と直結、また小倉の町筋を避け、足立山麓を通って南下し、現在の黒丸交差点で中津街道と合流する短絡も開けていた。この中津街道に合流する短絡は現在でも、 その大部分をたどることができ、また追い分けに祀られていた、猿田彦の石碑は、現在も赤坂5丁目の文字王冠沿いに現存する。このように、江戸時代まで赤坂は、北の赤間関、西の小倉、南の中津海道、東の文字を結ぶ、交通の要所であった。小倉碑文前日のように、文字王冠の鳥越の丘陵地が、海岸に迫っているあたりは、江戸時代まで、 交通の難所であり、街道沿いには地蔵村が祀られ、その一帯は地蔵が花と呼ばれていた。地蔵村の祠の脇からは清水が湧き出し、旅人は地蔵に水をかけ無事を祈るとともに、喉の渇きを潤したと伝えられる。また小倉から文字に通じる道は、文字王館の他に、富野から山中の鳥越峠を通っていく八丁越の道もあった。なお、 田向山には、宮本伊織が1654年に混流した、有名な宮本武蔵謙衝碑がある。赤坂さんは、武前国来藩、第二代藩主、小笠原忠夫の治世中から1725年に、小倉の東北ということで、藩の日後の元築城軍、川底村の廃寺を移し天台州延命寺の大伽藩が混流された。東栄山関栄寺の末寺で、 三号は東北山とされ、1735年には境内に東昇宮も誕生された。このようにかつての延命寺は、豪層華麗で、特に忠実の側室、永天院は延命寺への信仰が厚く、戦隊の地蔵村を寄進した。しかし1866年に、長州戦争の陛下にかかり境内は外人に返し、1868年に、 建物は解体され、廃寺となった。現在の国道3号を赤坂1丁目東交差点から入り、道なりに進むと赤坂山へと登る長い階段に続くが、これはかつての延命寺の参道の意向である。後に延命寺の仏像を福寿寺,寺や万福寺の館長を務めた史跡が赤坂山の下、延命寺川向かいの地に1914年大爆修。 延命山観音寺を創建し安置した。これが現在の延命寺である。赤坂の戦いの詳細は口日延命寺があった赤坂さんはその後延命寺公園として整備された。これに連なる鳥越峠の西側の赤土の斜面も昭和初期まで京楽園という名の桜の名所として整備されていたが太平洋戦争になると 防空壕として使用されたこの地は、戦後の1956年に、小倉市立桜ヶ丘小学校が置かれた。同校の校歌、作曲、平井幸三郎を冒頭に、赤土の丘の学校僕の私の学校潮風の道を登れば、海が見える限界の波がとどろく元気に学ぼうよ、歴史の丘でとあり、赤坂、富の鳥越の背景が栗原と平井によって感銘に、 歌われている。小学校以外の鳥越の丘陵地も昭和40年代中頃までに、ほぼ完全宅地化された。昭和62年頃まで、妙法寺東側隣接地に高級旅館、潮風園が存在した。ここは夜桜銀次事件として知られる山口組、等による、暴力団構想の手打ち式が行われた場所としても、知られている。 赤坂東公園内にある赤坂の戦い激戦の始戦866年7月27日、赤坂さんは長州戦争最大の激戦地となる。赤坂の戦い、赤坂口の戦い、赤坂さんの戦い、赤坂合戦、赤坂鳥越の戦いなどと呼ばれている。小倉戦争における幕府軍は成長軍小倉口総督。 小笠原おさゆきの指揮下にあったが、配下の幕府陸軍不表隊、九州諸藩軍とも戦闘参加には極めて消極的で、開戦以来小倉藩軍が単独抗戦を強いられている状態だった。長州軍側は海軍総督、高杉晋作が指揮していた。小倉戦争は6月17日の長州軍による他の裏九州で始まった。 小倉藩は、成長軍の九州口戦法として、戦備を整えていたが、装備は旧式であり、また、小笠原総督の指導力の無差から、幕府陸軍不評隊や九州諸藩軍が、防寒的な姿勢に終始する中で、単独で長州側の先制攻撃への抗戦を強いられ、他の裏に続いて7月2日から3日の大佐との戦いでも苦戦を続けていた。 大佐との戦いの敗戦後、小倉藩は防衛体制を再編し、小倉城下防衛城の最重要拠点である赤坂、鳥越地区に熊本藩軍を配属することとした。赤坂二丁目妙法寺近くにある長州騎兵隊戦死亡の説明。写真左側は関門海峡。熊本藩細川氏は小倉藩小笠原氏とは赤族の関係にあり、 全体として参戦に消極的な九州諸藩の中では小倉藩に最も近い立場にあった。軍備の近代化も進めており、成長軍への参加に際しても過労長岡剣持の指揮下にアームストロング砲や洋式銃などを装備した精鋭を派遣していた。この部隊が延命時代場を含む赤坂鳥越地区に布陣することとなった。7月27日に 長州軍は進攻を再開し、大里地区から小倉に向かった。小倉半軍は抵抗を続けたものの、火力の差が大。熊本藩軍はここで、長州軍に激しい重砲撃を加えて、大打撃を与え、さらに、小倉半軍が追撃して、大里方面まで長州軍を撃退することに成功した。赤坂二丁目妙法寺近くにある、 長州騎兵隊戦士簿の戦いで延命寺は消失した。小倉戦争で初めて幕府側優位となった戦闘であったが、小笠原総督に対する熊本藩軍の不信は高まり、7月28日に熊本藩軍は無断で赤坂からの撤退を開始し、帰国する。長岡県物が出した支援要請を 小笠原総督が拒絶したこと、熊本軍も少なからぬ被害が出ていたことが原因だったとされる。長州軍側では、騎兵隊第一招待隊,隊長、山田宝太スクラが戦死した。また騎兵隊軍艦として赤坂の戦いに参戦していた山形有友が後に記した古志の山風に同じく参謀として参戦していた時山台八が、 越後長岡藩との朝日山の戦いで戦死する、前日、山形に語ったことが記されている。兄に、カランや、この別すなわち時山との英決とならんとは、別に望んで時山が、明日の戦、日は赤坂の戦日よりも困難なるべしと語りたる。その言葉は、こんなをあまりの耳底に止まりて、悲惨の響きを試しいるなり、幕府軍から熊本軍が離脱したことで、 小倉藩は孤立した。8月1日、小倉藩は自ら小倉城に火を放ち、河原に撤退した。ありがとうございます。